これはメイクが可愛いんだって、己が可愛いんじゃないって言ってたんですけど、皆さんフェムケアしてる？はい、こんにちは、もみヨガです。いつもありがとうございます。はい、美顔ヨガの、続編という感じになっております。いつも使っているコスメの紹介とスキンケアの紹介と、何か皆様の美しさにつながるようなインスピレーションになればいいなと思って撮っております。はい、前回のまだ美顔ヨガをやっていない、見てない方はもしかしたらそっち見てからの方がすんなりかもしれないので、やってみてくださいね。はい、じゃあちょっともう一回ね、ビフォーアフターをここで流しますね。はい、はい、こんな感じでね、前回もお話ししたんですけれども、最後の方に話してるのでまだ見てない方もいるかもしれないんだけど、ビフォアの方がずっと食事制限バチバチで、ガッチガチで、これ食べちゃいけないとか、炭水化物減らした方がいいんだわとかやっぱりやってた。産後は特に早く体型を戻したいのもあって、特に第1子の時ですね。このビフォアの写真は第2子の時なんだけど、ちょっとね、第1子の時の写真の方がすごいかも。インスタのちょっと濃いアカウントの方には載せているかも。リールで載せてるんですよ、ビフォーアフター。気になる方見てみてね。ここ載せとくね、こんな感じね、アカウントね。で、そう、まずね、今日ね、いつも本当によく聞いていただける、もみさん何ファンデーション使ってるんですかって、本当に私のなんか最初はね、私のそんなメイクの話なんてなんかおこがましいなっていうか、需要ないでしょうと。ベースメイクと眉毛かなをよく聞いてもらえるんですね。ちょっと紹介しますね。ちょっと本気で使ってるからもう買い替えなきゃこれいけないやつなんですけど、よく皆さんこんなやってるけど、これちょっとごめん、余計にぼやけちゃうかな。これはナチュラグラッセのメイクアップクリーム01番シャンパンベージュ。私これずっと使ってます。本当にそれこそ20年以上使って、20年嘘か15年ぐらい使ってる。プチプラコスメを扱うお店でずっとバイトをしていて、その時に出会って、非常にこうナチュラルな成分で、石鹸でも落とせるっていう成分ね。でこれベース、私これしか使わないんです。ベースはベースで、ちょっとSPF も44入っているプラスプラスプラスということでですね、非常に信頼しておりますというか、すごくね、ツヤっぽく見えるのが好きで、これだけ使っています。よかったら、これで4000円ぐらいかな、多分。ごめん、ずっと買ってるのに忘れちゃいました。だいぶ持ちますよ、1本で。私のだいぶもう半年は嘘だけどっていう感じ。やっぱりスキンケアっていうか、ヨガとか続けていると内側からこう潤いみたいなのも増えていくので、そんなにこう使わなくて、あとやっぱ食べ物と、あとイメージの力、いつも言うんですけど、瞑想と呼吸法すると、本当に何度も言うんですけど、本当に変わってくる。でずっと続けてるのはやっぱリンパマッサージなので、スキンケアの時にちょっと入れてもらえたらいいのかなと思います。はい、でこれがナチュラグラッセのベースメイクで、で、眉毛いきますかね。眉毛はもうエクセルです。本当にみんなよく使ってると思う。まあこれよく皆さんね、メイクの動画とかではエクセルは本当に、サナエクセルパウダー&ペンシル1450円、ナチュラルブラウンでございます。なんかさ、ビフォーの写真さ、すっごい眉毛太いじゃない。あれ多分韓国ドラマにちょっとハマってた時で、太い眉毛に憧れてたんだよね。でもさ、ヒロさん、YouTube のほらヒロさんっていらっしゃるじゃないですか。たまたま見た、なんか浴場メイクっていうのでおっしゃってたんですけど、これはメイクが可愛いんだって、己が可愛いんじゃないって言ってたんですけど、本当にそうだと思って。私あの時の眉毛も、太い眉毛っていうのが悪いわけじゃなくて、私にはマッチしてないなって思います。自分のことも
よく分かるようになってくるので、どんなメイク、今のメイクを取り入れながらでも自分の顔を生かすみたいなのがうまくなってくるような気はします。あのヨガとかすると自分のこともっとね知っていけるんですよね。そうそう、まあそうでね、そう最近おすすめの、これもまあすごくみんながねおすすめしてる、あのケイトのリップモンスター、本当にみんながさ大好きね、落ちないとかさ発色がいいよね、すごくねあの有名ですけど、これ02番ってすごいやっぱり良かった。ずっとね欠品してて全然買えなかったんですよ。やっぱりもうね有名な YouTuber さんがみんな紹介してたじゃないですか、ケイトのリップモンスター。私も使ってみて、私も上唇がすごい色が薄いんですね。そう、息子にさ、なんでママの上唇紫色なのって言われたことあって、そう聞いてください。それも瞑想と呼吸もしっかりやったらすっごい変わってきた。だから上の唇がちょっとこう紫色っぽい人とか、やっぱ酸素が不足してるのかもしれない、うん、っていう一つのね、一つなんか貧血気味とかいろいろあるじゃないですか、あの調べると。あとは本当瞑想とか呼吸法すると行き渡るので、そういう意味でもおすすめです、発色を良くしたいし。でそうそう、ケイトのリップモンスター私おすすめっていうことで、今日ちょっとなんかそう、それであとねフィッティングスペ、これもすごいおすすめ。これこういうの使ってる？みんな。私はあのすんごいめんどくさがりで、あの朝メイクしてあの夜まで直さない、大体で、あの眉毛はここまでしか、ここまでみんな言うとびっくりしたんで、ここまでぐらいしかないので、もともとなんか体毛が薄めで、あの一回ここあの学生の時に抜きまくったらあんまり生えてこなくなっちゃってあのここまでぐらいしかないです。眉毛だけは描くようにしてる。だから休みの日ってか、あんまり外本当に出ないと、これとこれ、お迎えとかもこれとこれとかだけで行ったりします。ベースメイクと眉毛だけで、そうそうそう、で何かっていうと、これをすると本当にメイクの持ちが変わるから、そういう方おすすめだと思う。うん、メイクキープミスト EX 仕上げローション構成ね。でいろいろあのやっぱり YouTuber さんがさ、ね、メイク仕上げのミスト、フィッティングミストって言うんでしたっけ、を紹介してますけども、あのいろいろ見させていただいて、私他はちょっとわからないんだけど、これだけ買ってずっとこれ使ってます。すごくよ、香りもね、あの大人女子の方でも粒子がすごい細かいの、本当気持ちいいよね。大人女子の方でも受け入れられそうな優しいあのフローラル系って言うんですか、うん、私結構香り苦手な香りとかの、鼻がすっごく強いのか、あの柔軟剤とかもそうですし、普通の人がキャッチしないような香りとかも結構犬並みですでも大丈夫、私も大丈夫なので、もしかしてそういう方にもいけるかな。基本的に自然なアロマとかそういうものが好きなんですね。だけどこれいけましたので大丈夫かもしれない、うん、分かんないけど、個人のね、これはあの見解です感想です。はい、あとこんな感じなんですけれども、スキンケアは私本当にアーユルヴェーダの太白ごま油、これ結構あのいろんな方が真似してくれてるんですけど、これは生活の木さんで買ったボトルで、あの遮光瓶なんですけど、でポンプだけ買ってみたいな。であのスーパーで基本的には太白ごま油っていうのが買えるので、それを使ってスキンケアしてますね。特にメイク落としとかもこれあの持ってなくて、ずっとこれお風呂に入る前に使って、で湯船とかでも浸かりながらずっとマッサージしたりもします。で、頭皮とかもマッサージしたりしますし、これはアーユルヴェーダが好きな方ね、あのアビアンガーといって毒素を出したりする方法なんですけど、別にこれが顔痩せにつながってるかといったらそうじゃないと思う。なぜかといったらずっとやってるからそのビフォーの時もやってた。ただお肌の状態はすごくあのずっといいというか、うん、だからそういう意味では肌質を良くするって意味では太白ごま油は結構おすすめ。夏場はココナッツオイルの方がいいって言われたりするんですけど、私はずっと一年中通して太白ごま油だし、太白ごま油でフェムケアもしてます。皆さんフェムケアしてる？急にその話になりましたけど、お風呂に上がってすっごくね乾燥するのを待ったって、そこに太白ごま油塗ってあげるってるんですね。専用 の、 あのクリームとかすんごい今
あの本当にやっとって感じ、日本もやっとフェムケアをしてて、そういうフェムケアゾーンができてたりする、特にあの ナチュラルなお店はそういうゾーンができてるぐらい大事にしてるんですよ。でそういうあのフェムケアゾーン専門の、ほらあの妊娠中とかにそういうのを割れをね避けるのを防ぐために塗ったりするじゃないですか。それとかもやってたんだけど、私はね2人目はずっと太白ごま油でした。1人目はそういうのこだわってやってたけど、うん、2人目は太白ごま油でマッサージしてましたね。そんな感じでフェムケアも私これでやってますって感じです。はい、はい、一つ言えることはみんな違うんです、本当に。だから私がこれがすごい好きってずっと使ってるけど合わない人だっているし、太白ごま油も違うなって思う人いると思う、うん、でヨガではなくてトレーニングをした方がとかマッサージに行って自分を整えた方がっていう方も絶対に中にはいらっしゃるから、それはあなたの中の正解だしそれでいいんです、うん、だからそういう意味でもヨガをして瞑想すると自分の答え、自分の真ん中が見つかるようになるので、それを信じてやればいいと思う。外側にこうわーってこう揺さぶられるのではなく、私はこれがいいと思ってて、これを信じてやっています。信念ですよね。だから信念を強くしていけると思うので、そういう意味でも あなたはそれが好きなんだねって、でも私これだからっていう爽やかな状態に入れるんです。あなたのそういうところ素敵ね、でも私のここ素敵でしょみたいな、本当に不思議なぐらいこうある意味割り切ったっていう風に聞かれる、聞こえるかもしれないんですけど、でも相手の素敵なところももちろん受け入れられるし、あの本当にあ素敵だなと思う。あなたのそこすごい素敵、でも私はここがあの素敵でしょというか私はこれですって感じで、本当にこうわだかまりなく爽やかに生きられるようになるのが、まあ、ヨガのプラクティス、まあ、つながっている里につながっていく過程なのかなと思っています、まあ、自分を楽しんでもらえればいいのかなって、それかなと思うので、あとはあなたの中のあなただけの答えっていうのもありますから、それを探していただければいいのかなと思います。私にねもみヨガに出会っていただいてご縁があって、うん、こうしてここまで聞いてくださっている方、何かこう似ているものはあると思うので、ご縁が深いと思うので、あもみさんのそれ良さそうと思って試してもらえるのも良いのかななんて思います、うん、ただあなたの答えはあなたの中にしかありませんからね、うん、はい、じゃあご自分を楽しんでくださいね。はい、いつもありがとうございます。またね、バイバーイ。